エルゼール2022サマースプリット選手インタビュー、パワードバイエルゴト。それでは勝利しました福岡ソフトバンクホークスゲーミングよりダッシャー選手にインタビューしていきたいと思います。本日の試合お疲れ様でした。お疲れ様でした。今シーズン初勝利となりましたが、今の気持ちいかがですか？正直相手、最初の相手戦も、勝てうまくやったら勝ったと思うけど、はい、まあ結局2戦目の厳しい戦勝って、まあ、めちゃくちゃ嬉しいです。おめでとうございます。Day1 からチームで重点的にこう練習したことがあったら教えてください。そうですね、なんかヘルドとかドラゴンの、はい、無駄にさせないようにみんなの、まあ、トーンを意識しながら練習をしました。ありがとうございます。ダッシャー選手、 Day1 から連続でリサンドラをプレイしていますが、チームのイニシエート役として意識していることがあったら教えてください。そうですね、まあ、リサンドラのピックは、はい、そのライン戦はそんないいチャンピオンじゃないんですけど、その相手に、まあ、クリンジをさせるのもあるし、はい、で、まあ、手段戦とかもリサンドラみたいに CC が多いチャンピオンがいないんで、まあ、いいんじゃないかなって感じでみんなで話して練習しました。そうだったんですね、ありがとうございます。まあ、今回2回連続リサンドラだったということもあると思うんですが、ダッシャー選手からこう仕掛ける役目を、まあ、行っていくっていうのが一つ特徴なのかなと思ったんですが、なんかこう夏はこうしていこうみたいな、何かそこにあるんですかね？いや、特にそんな感じではないんですけど、ただいろんなその準備は してたんですけど、その最近がそのリサンドラ練習した感じが良かったから、まあ、今は足した感じだけで、まあ、あとは、まあ、いろんな、まあ、自分が好きなコルキとかも、まあ、絶対出したい感じ気持ちで練習しています。まあ、次々準備はできているということですね。ありがとうございます。はい、まあ、その上でさらにあと特徴的だから、まあ、レベル2ガンクを今回も行って、打者選手とブランク選手でゲームを作っていったというところなんですが、こういうところも夏の準備の一つが見えているっていうことなんですかね？そうですね、ブランク選手がそのなんだっけ、最初のその主導権が必要なラインをちゃんと分かってて、うんうんうん、2人でそれでなんか、まあ、ブランクがいたり自分がいたり、これ最初これいいんじゃないとか話して、そのプレーンで、まあ、準備をして、まあ、やりました、ね、どうですか、その夏に向けて準備してきて勝利もつかめて、こう手応えというか夏うまくいけそうだなっていうところはつかめてますか？正直アリゼンスも僕がうまかったら勝てと思って、まあ、今の夏のシーズンはこんな感じのだったら、まあ、うまくできると思います。なるほどなるほど。あとこれはもし覚えていただいていいんですが、最後の集団戦で、まあ、ライナ選手のトリプルキルが出て結構実況解説も湧いてたんですけど、ライナ選手何か言ってましたか？いや、まあ、みんな多分、まあ、集中もあるし緊張して、まあ、みんななんかあんまり特に何も喋んなかったですけど、勝てる勝てるみたいな感じでしたかね。わかりました、ありがとうございます。最後にファンの皆様へメッセージをお願いいたします。まあ結局一緒に入って始めて、まだいい感じだから、その最後まで応援よろしくお願いします。以上で、ルガトのウェブカメラフェイスカムを使用してお届けいたしました。ダッシャー選手ありがとうございました。ありがとうございます。エルジェール2022サマースプリット選手インタビュー、パワードバイエルガト。それでは勝利しました戦国ゲーミングよりジェット選手にお話をお伺いしていきたいと思います。よろしくお願いします。Day1に引き続き勝ち星をつけましたが、今の気持ちいかがですか？4승으로일단시작해서초반에기세가너무좋게가는것같아서좋은것같아요。ありがとうございます。今回安尾をピックしていましたが、この構成自体はもともと準備されていたんですか？저희그여러가지조합을준비했는데그중에하나였습니다。おお、そうだったんですね。今回アーリを見てからの安尾ピックだと思うんですが、今回安尾で行こうっていう理由はどういうところにあったんでしょう？저희조합에도좋겠다고일단제가하고싶은게제일커가지고그런것같습니다。なるほど。それでどうでしょう、日本に合流して今ゲハで一緒に、チームメイトとプレーするようになったと思うんですけれども、やっぱり、変化っていうのは感じますかね？
지금 분위기도 되게 좋아가지고 다 지금 되게 편한 것 같아요. その上で、現在 の, そのメタっていうのが戦国が、まあ、ファイトが得意だということもあって合ってるんじゃないかという意見が結構あるんですが、自分たちではどう思っているでしょう。그렇게딱히달라진점은별로없는것같아요。なるほど、わかりました。ありがとうございます。最後に私から、試合を見ていて昨シーズンに引き続き戦国ゲーミングの勢いをすごく感じるんですけれども、今の今シーズンどんなシーズンにしていきたいですか。今シーズンは、목표로최대한아목우승을목표로최대한열심히하고있습니다ありがとうございます。以上エルガトのウェブカメラフェイスカムを使用してお届けしました。ジェット選手ありがとうございました。インタビュー感謝。ありがとうございます。LJL 2022サマースプリット選手インタビューパワードバイエルガト。ゲーム3を勝利しましたデトネーションフォーカスミーよりヤハロー選手にインタビューしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。デイツーお疲れ様でした。今シーズン初勝利となりましたが今の気持ちを聞かせください。생각보다늦게한것같아서좀아쉽지만합니다。おめでとうございます。デイワンから修正したことがあれば教えてください。뭐딱집어서말하기보다는그냥저희팀다같이뭐가문제인지분석하면서좀찾아낸것같아요힘적으로ありがとうございます。今回ヨネをピックしましたが元々明治のイメージが強いんですがこれは夏に向けての準備というところなんでしょうか。막그렇게거창하게여름을위해서막아이고준비해야겠다하고막준비한건아니고그냥저는평소에도자신있었고지금도뭐무슨챔프든다자신있는데메타적으로나좀약간롤을보는시각도좀달라진것같고그래서좀이제는좋은픽이라고생각해서쓰게된것같아요。아なるほど。その上でどうでしょう。ゲーム振り返ってみて。막생각만큼수월하게좀더잘할수있었는데좀더생각만큼수월하게된것같진않고다음에는좀더깔끔하게이길수있을것같아요。なるほど、わかりました。ありがとうございます。以上、エルガトのウェブカメラフェイスカムを使用してお届けしました。ヤハロン選手、ありがとうございました。インタビュー、감사합니다。ありがとうございます。LJL2022 サマースプリット選手インタビュー、パワードバイエルガト。それでは勝利しましたアクシズのイエローヨッシー選手にインタビューしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今シーズン2連勝目おめでとうございます。はい、今回ご自身も得意なポッピーをピックしましたが先ほどの試合いかがでしたか。あ、そうですね、まあ、バンピック段階では勝てると思ってたんですけど、はいはい、最初事故って4年のウルトをきれいに刺さって負けそうだったんでちょっとヒヤヒヤしてましたね。なるほど。RJ 集団戦とても強いチームだと思うんですけど、はい、まあ、どんなコミュニケーションを取りながら、プレイしましたか。あと、まあ、RJ がそのチーム連携力がすごい高いチームなので、はい、それに対抗できるように、まあ、うちのチームもそのコミュニケーション面を強めてしっかり連携取ろうって話してましたね。ありがとうございます。今そのバンピックの時点で勝てる自信があったというところだ。それはどういうところがポイントだったんですか。あ、もう敵に全員ブリンクあるから、まあ、俺がうまくやればいけるかなって思ってましたね。あ、もうこの状況で自分がポピー使ったら勝てると。はい、素晴らしい。どうなんですか現状その今のメタのポピーっていうのは。あ、まあ、悪くないけど、まあ、そんな強くもないからそのなんだろう、ま、真ん中ら辺にいるんですけど、まあ、僕が使えればまあいいかなって。こう今メタだとトップセージャーに出てきて今回もそれに当てた形だったんですがそこも一つ狙いだったんですかね。はい、あ、そうですね、まあ、その序盤から主導権取れるんで、まあ、ヘラルドファイトでそのダブルの性能を生かして戦いながら、うん、まあ、うまくできるかなって。なるほどなるほど。あとどうでしょう、そのドラフトで少し気になったのはポーク構成後期エズリアル取ってすぐ決めたじゃないですか。ここは何か理由があったんですかね。あ、そうですね、そのもともとはある程度ポーク構成しようって話になっていて、でそれで敵がその、うん、あの RJ
がその最初にポークチャンプ取らなかったんで、まあ、もう 1,2 で取っちゃおうって話ありましたね。あ、まあ、かなり高校生に自信があったということですね、はいはい、練習してたんでちゃんと、うんうんうん、なるほどなるほど。それで、まあ、春もあったと思うんですが、ここまでいいポッピーをプレイするとですね、バンされるっていうところも考えなければいけないと思うんですが、そこはどうですか。はい、そうですね、春はそのバンされてしまってあまりいい結果が残せなかったんで、そこ の, そのチャンピオンプール面をその春と夏の間にめちゃめちゃ練習したので、まあ、大丈夫かなと思います、はい、なるほど、ポッピーバンされても十分手札があるぞ、自信があるぞということですね。はい、はい、素晴らしい、ありがとうございます。それでは最後にファンの皆様へメッセージをお願いいたします。はい、春はそのあんまり結果が残せなくて、それでもそのいつも応援してくださって本当にありがとうございます。これからもっとそのうまくやるので、これからも応援よろしくお願いします。以上、エルガトのウェブカメラフェイスカムを使用してお届けしました。イエローヨッシー選手ありがとうございました。ありがとうございました。